いいな、この一列渋滞。いや、かわいいわ、ついてくるこの感じ。方向こっちにしよう。方向こっちにして、ほら、おお。いやー、いいわー、なんかこのドラクエパーティー感。いやー、これで戦闘に入ったらちゃんとみんな参加すんのかな。ちょっとフィオミア狩りでもしてみるか。みんなフィオミア狩るぞ。ほら来い、ほらみんな来い。狩らねえな。主の目標攻撃設定にしとくか。これみんな分かった？主の目標攻撃するんだよ。よしよし。じゃあとりあえずついてきて、隊列は崩してないね。隊列崩してないな。綺麗にね、追ってきてるわ。よーし。こいつはいきなりやるのはちょっと体力高い気もするから、まずは小手調べで、こいつ行くか。ほら。ほら。ほら、みんな行け。いいな、これ。完璧ですわ。完璧な連携。でもって、敵を倒しよったらまた、陣形は、あ、戻んねえんだけど。陣形元に戻ってねえんだけど。どうした、どうした、あそこから、あ、やべ、こいつやろう、こいつやろう、みんな。おしおし、オッケー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 、ナイス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 。ちょっと待って、引っかかってるよ。引っかかってる。あ、ちょっと待って待って待って。メガネ裏、倒した。あー、ちょ、余波を当ててしまったな。しゃーねえか、しゃーねえか、これやるしかないな。みんな、死ぬなよ。死ぬなよ、これ。おら、行け。あーあー、よしよし、ナイスナイスナイス。次こいつ、次こいつ。みんな力を結集しろ。結構きついぞ、結構きつい。よし、ナイスナイスナイス。まだいる敵。もういないっしょ。オッケー、ナイスナイスナイス。さあ、隊列を崩すな。みんなついてこい。あれ？ついてきたり来なかったり。あ、いや、ついてきてるな。ちゃんとついてきてるわ。こうやって行ったら。あ、ほら、来てる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 。テンション上がるな、これ。いやー、ウルフ大隊作りたいな、やっぱ。うん。最高だわ、これ。かなりの達成感もあるわ。あ、ちなみになんだけど、この一列渋滞のやり方は、こうやってウルフに乗ってる状態で、後ろの一匹、ついてこいって目、ついてこいっていうやつするでしょ、これ。これ、単体ついてこいね。単体ついてこいして、そしたら次はまた、後ろの子に乗って、乗った状態で、さらに後ろの子に、単体ついてこいをやるっていう。これを、何回も繰り返して、やれば、今みたいな感じの一列渋滞できるから。これ楽しいからみんなおすすめだよ。ただ、割とこの子、レベル7っていうレベル低いこともあって結構ギリギリだったな。ちなみになんだけど、一列渋滞だとこういうね、こういう動きとかできるから。あ、ちょっと引っかかっちゃった。こういう動きとかできるからとか言いながらできなかった。割と狭いところとかでも、こういう感じで、引っかからずに移動できるから、結構おすすめです。こんな感じでさ。複雑な動きにもついてこれるから。ほら、ついてきてる。ひゃっほー！いやー、いいなー、ウルフ。ただやっぱ20匹ぐらいになるとちょっと大変かもしんないけどね。よしよし、ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。104か、結構強かったな。次はこいつだ。フィオミア、フィオミア狩り。あれ？おっと、死骸を食らっておるわ。ちょっと間に合ってなかったぞ、君たち。まだ、連携不足だな、ちょっと。ちょっと連携不足だわ。修行というか、特訓が必要だな、やっぱり。うん。もっと特訓を重ねることで、さらにね、連携に磨きかかってくると思うから。いやー、楽しいわ、これ。ついてきてる？ OK、じゃあ中入るよ。桜餅ジュラシックパークの、移動手段にしようか、これ。お客さんたちの。なんかさ、列車的な感じでさ、我が桜餅ジュラシックパークは、こちらの子たちに乗って移動していただきます、みたいな感じで紹介して。うん。いいね。6人組の人たちなんかちょうど乗れるからね、あれで。いやー、我ながら素晴らしいアトラクションだよ。うん。結構高いお金払っても、許されるかもしれない、これは。
払ってもというか徴収しても乗り物代として夢が広がるな。リーダーいやリーダーだ。お次はいちごシロップの後継者を探していきたいところだが、レベル8か。この子のレベルは8だからちょっと遠慮しておこう。やはりね、猛者を求める。あのいちごシロップの後継者ともなればね、もうね、やっぱね、いや世界最高を目指したいよ、ほんと。あの子の名を貶めるようなことにはね、やっぱさせちゃならんと思うからね。いるかなー、どっか。最高の後継者。いてるかなー。あ、何今の、すげえ巻き戻されたんだけど、ちょっと待って、お、ちょ、待て、受信機、いた、ディオレウス、こっから3キロ先のところだ。マジかよ。完全にバグだよ、これ。なんか紫の位置も向こうになってんだけど。あれ、紫ここにいるよな。なんで紫の位置が向こうに表示されてたんだ、今。これだよな。謎だな。まあ、どっちにしろ、リオレウス向こうに3キロ。ちょ、もう、迎えに行かなきゃ。アルタン、ちょ、付き合ってくれるか？くっそー。わけわかんねえ、バグ発動来たな、これ。このバグ勘弁してくれ。なんなんこの超短期のさ、巻き戻し現象。うわー、きつーい。これ乗りながらは発信機使えないのか。辛いな、ちょっと。しょうがないな、でも。ないよか、全然いいからさ、まだ。行くしかねえな、とりあえず。とりあえず雪山の手前ぐらいまで来たんだけど、ここいらでちょっと発信機使ってみようか。これ乗りながら使えないのはちょっとショックだな。よいしょっと。どれどれ。ん？こっちの方だな。向こうが実家で、こっちにディオレウスがいる感じだね。オッケーオッケーオッケー。この方角だ。行こう。いたよかったよかった。宙に浮いてるわ、まだ。あー、よかった。地上に降り立ってさえいないんだな。いや、見つかってよかったわ。はあ、もう一旦あっちの拠点変えろ。もうびっくりさせないでくれ、本当に。これでね、ほんと失ったりでもしたらもうね、目も当てられんから。しかし、とんでもないバグが発生するんやったら、皆さんもご注意ください。ローカルでね、プレイしてる人はね、起こり得ますから。あ、ちょっと待って、体力なくなった。体力なくなったわ、これ。休憩しなきゃ。うっかり、これ体力なくすと、ほんと大変だからね。あ、なにこれ、すげえゆっくり。引っかかってんのかな？これがね、海の上とかだと、ほんと目も当てられんからな。よいしょ。とりあえず体力回復させて、上向かいますか。ちょ、なんか引っかかってんな。すげえ引っかかってんだけど、なんか。お、頑張れ。ちょ、降りたら死ぬかな。いや、死なないと思う、さすがに。拠点からも近いし。ワンチャン降りてみるか、いっぺん。よし。お、そろそろ降りろ、そろそろ。アルタン。ディオレウスもこっちで上書きするか。よし、降りた。オッケー。もう、ほんと世話が焼けるんだから。ついにね、正当後継者をね、見つけましたよ、これ。レックス、レベル110。もうね、結構、ん？あ、どっか行っちゃった。あ、ちょ、待って、行かないで。
よし当たった。ちょっとあれあれす、あなんか来た。ちょっと待って待って待って、あれ、あーよかったよかった、戻ってきた戻ってきた。やっぱりね、戻ってくると思ってた。君は、君はね、うちに来る逸材だと思ってたから。よし、もうそろそろ気絶してもいいんじゃないか。一回拠点戻ってね、あの電撃ショックダーツの方も追加で持ってきてたりしてたから、ほらいいんじゃないか。いいね。そうそう、もうね、完全に服従の姿勢だもん。あれ完全にうちの子になりたがってる。はい、よっと、いいね、ほよっと。あ、やっぱね、うん、いちごシロップの生まれ変わりだわこの子。体の色こそ多少違うけれど、シロップ感が強いけれどね。お、倒れた。オッケー、来た。これ名前はあれだな、みぞれ金時ってところかな。